山口百恵さん62のいい旅立ちや郷ひろみ65のお嫁サンバなどを手掛けた音楽プロデューサーの堺正俊さんが16日に心不全のため都内の病院で死去した。85歳、和歌山県出身。葬儀告別式は近親者のみで執り行われた。5月9日には都内で営まれた音楽関係者の葬儀に参列。普段と変わらない様子で知人らと接していた。関係者によると5月にアレルギーの検査のため入院していたが、容態が急変したという。堺さんは立大卒業後、1961年に日本コロンビアに入社し、プロデュースした青山和子、愛と死を見つめてが日本レコード大賞を受賞するなど活躍。1968年に CBS ソニーに入社すると、1969年にカルメン巻き、字には母のないこのようにを手掛けてミリオンセラーを記録した。また、フォーリーブス、キャンディーズ、南沙織さん、郷ひろみ、松田聖子らアイドル黄金期と呼ばれた1970年代から300人以上のアイドルやグループを送り出し、レコード業界黄金期の礎を築いた。特に、山口さんについては、いい旅立ち、横須賀ストーリー、プレイバックパートに、夢咲案内人、秋桜など名曲を多数手掛け、1980年には引退コンサートもプロデュースした。2005年には、音楽業界初の文化庁長官表彰を受賞した、